明日はお洋服買いに行きましょうか。本当？やったー。花子はお洋服選ぶとき、いつもマネキンさんが着てるやつ選んじゃうんだよね。コーディネートしてあると楽なんだよね。それでもいいんじゃない？ダメなの？なんかこう、自分でね、ありえない組み合わせで、なおかつおしゃれに組み合わせてみたいなーって思っちゃうの。でも見事に仮装大会になっちゃうんだよね。ファッションセンスを磨くのって難しいわよね。着る人の髪型、似合う色、体型、好み、全部違うからね。マネキンさんが可愛く着こなしてても似合わない時があるから、ちゃんと明日は試着しようね。はい。じゃあ今夜は寝ましょう。花子、こんなお話はどう？帰ってくるマネキン。俺は一人暮らしの大学生。最近住んでるアパートでおかしなことが起こってるんだ。大学の友達と飲んで帰りが遅くなった晩のこと。自転車で帰宅した俺は駐輪場から、俺はふと2階を見上げた。子供？もう深夜1時過ぎだというのに、子供みたいな人影がこっちを見ているのに気づいた。2階の一番奥の部屋から出てきたようで、ドアが開いていた。でもその日は酔っていたし、特に気にせず寝た。3日後のことだ。また帰りは深夜で0時を過ぎていた。おや、また子供が。先日と同じようにドアから半身乗り出して子供がこっちを見ている。その部屋は電気もついてなくて真っ暗。なんだか気味が悪くて、日曜に大家に連絡してみた。あの、1階に住んでいる大崎ですが、上の階に住んでる小さい子が真夜中に外に出てるみたいなんですよね。ドアの外から下を見てるんですよ。え？どこのアパート？キミワリーパレスの102ですよ。キミワリー、いや、そこは子供いませんよ。独身しかいないはずだけどね。知らないうちに生まれたかな。生まれたかなって、見た目幼稚園くらいだと思うんだけど。2階の一番奥の部屋なんですよね。え？その部屋、今誰も住んでないんだけどな。おいおいおい、まさか鍵壊して不法侵入じゃないだろうな。だから電気がついてないのか？合鍵持ってちょっと見に行ってみましょうかね。一緒に中を確認しに来ますか？ああ、はい。一応見ましょうかね。とりあえず大家と2階の部屋の鍵を開けて入ってみた。やっぱり誰もいないし、人が部屋に入った感じもないね。風呂も台所も使用された形跡がない。見間違いだったのかな。と思ったら、廊下の先の6畳間に人影がある。うわっ！マネキンが部屋の真ん中に座ってた。マネキン！びっくりした。なんでこんなところに？大家さんと2人で頭をかしげたが、やっぱり誰か勝手に部屋に入ってるんじゃないかって警察に連絡した。いろいろ警察も調べてくれたけど、特に何も見つからない。大家さんはマネキンをゴミに出して、とりあえず終了。しばらくは何もなかった。だけど、また出たんだよ、マネキン。今度はあの部屋のドアの前に座ってた。2階に住んでる OL と大家さんが揉めていたから、きっとそのせいだろう。大家さんは今度はゴミ収集の業者さんに直接取りに来てもらった。清掃会社のトラックが来て手渡ししてマネキン持っていたのを俺も見た。さらに今朝の話。キャー！すごい悲鳴が聞こえて、俺は飛び起きて何事かと様子を見に出た。すると2階の女の人がすごい顔をして降りてきて、大家の家の方向に走り去った。まさか。嫌な予感がして2階に上がったら、あった。あのマネキンの首だけが奥の部屋のドアの前に置いてあった。業者さんがまさかわざわざ首だけ戻しに来たわけないだろうし、結局大家さんがお寺に持って行った。もう引っ越そうかな。
はい、おしまい。捨てても捨てても戻ってきてしまう子供のマネキン。あの部屋に入りたくて何度も戻ってきてしまうのでしょうか。もし突然自分の住んでるアパートでこんなことが起きたらびっくりしてしまいますね。しかし首から下はどこに行っちゃったんでしょうね。頭だけだと戻ってくるのも大変だったじゃないかしら。おやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。